リオアントニオ・ゾバ・マビューバは、アンゴラ沖の公会場で生まれ、フランス国籍を保持するサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。クロード・マケレレ2世との評価を受けている。父親は、ザイール代表として1974年の西ドイツワールドカップに出場したマフリラ・マビューバであり、母親はアンゴラ国籍である。アンゴラ内戦中。 公海場を航行する船の上で生まれたため、彼のパスポートには出生地が記されておらず、ただ、会場で生まれたとだけ記載されている。母親は彼が2歳の時に死去し、父親は彼が14歳の時に死去したため、その悲しみを癒すためにサッカーを始めた。彼はフランスで育ち、自身をフランス人であると認識しているため、2004年9月に、 フランス国籍が与えられた。FC ジロンダンボルドーの下部組織で育ち、2004年1月のオリンピックリオン戦でトップチームデビューした。2007年7月3日、アレッシオ・タッキナルディを放出したリーガ・エスパニョーラのビジャレ・アル CF と遺跡金700万ユーロで5年契約を結んだが、2007から08シーズン前半戦は5試合しか出場できず、2008年1月に リール OSC にレンタル移籍した。シーズン終了後に移籍金、推定700万ユーロでリール OSC と4年契約を交わし、完全移籍を果たした。2004年、トゥーロン国際大会で大会最優秀選手に選出された。2004年8月18日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦でフランス A 代表デビューした。2006年に出場した。 UEFAU-21 欧州選手権では、準決勝でオランダ代表に敗れたが、チームメイトのスティーブ・マンランダやジェルミー・ドラランと共に、大会ベスト11に選ばれた。2007年のビジャレアル CEF 移籍後は、フランス A 代表に招集されていなかったが、2012年8月15日のウルグアイ代表戦で5年ぶりに復帰した。ありがとうございます。